に一番大立派な建物のはずですね。山だいぶ崩れてますね。木も生えてないし。これ車種は何でしょうね。いや、これジープじゃん。これジープじゃん。あ、同じ車ですか。俺の車じゃん。ああ、持って帰ります。やべ、あ、これジープじゃん。俺の車ですよ、これ。まさかの同じ車。いや、でもジープではな、これどう見ても俺の知ってるジープだな。いや、でもちょっと違うな。これジムニーだな。ジムニーですか。はい、 LJ10 ってやつだな。よくわかりますね。あ、10だ。10。これはやっぱもう直せないんですよね。LJ10 っていう初期のジムニーですね。うん、マニアを見たら喜ぶだろうな。俺もそうだけど。俺もマニアだけど。これ写真撮るの。これ一番奥はこれおもちゃの車ですよね。お守りがついてますね。ん？お守りがあるんですね、この車。そう。どこの神社だろう。城山神社。すごい。これ持って帰ると売れねえすかね。このおもちゃの車、車種分かんないですよ。え、どれ。え、これです。これ。はい。これ。ちょっとそっち回ってみますか。あ、すごいなこれ。よく見るとこれステッカーがいっぱい置いてますね。これビックリマンシールかな。犯人が死んでる。当然か。
畜舎か事務所でしょうね、これ多分、うん、おもちゃの車。フェラーリじゃないですか。一応フェラーリですか。フェラーリっぽくないですか、なんか。いや、わかんないですよね。わかんない。ここまで来ると。現地みたいな。開けてみます。さすがに開かないでしょう。他のなんかね、中身スッカスカなんで、このエンジンで。ツーストエンジンって言って。見えるかな。見えた。わお。やったー。ね、マニアは本当にこれ大好きなんですよ。ツーストの。そこは、今度は開けていけば。多分開くんじゃねえかな。あ、開いた。開いた。これを、ちょっと持ってみてくださいよ。ボンネットの軽さじゃないですよ。軍手使ってみます。ちょっと持った方がいいですよ、これ。軽すぎて。びっくりするから。おぉ。何の物質ですか？鉄、一応鉄ですか？鉄じゃないですか、鉄でも。じゃあ開けちゃ、開けちゃいましょう。オープンしましょう。はい。よっ。ダメだ。バッチリ撮影してますよ。わぁ、こんなちっちゃいんだ、エンジン。バッテリーとか冷却とか使えないと。無理かな。さすがに錆びていくか。しんなりしてる。でもこの色はどうだよな、きっと。さすがにここに放射能ないんですよね。放射能はないいくら福島近いかだって。なんか今日はもうここにいるだけで日が暮れてしまいそうな気が。じゃあ上行ってみますか、うん、どっかで回ってくれるかな。方向が違うな。上の山は一体化してないのか。穴どこにあるんですかね。それは俺も分からないですよね。ただまあこの辺でしょうね。コロッコロも使ってんのかな。これ向こうの山が臭いと思うんですけど、作り的に。他の建物は跡形もないのに、どうしてこれだけ残ってるんですかね。YouTube 載せたのが、さっきの T さんやらせとか言われそうですよね。エティストラじゃないかとか、あらかじめそこに配置しといたんじゃないかとか。絶対誰かしらそんなことよ。そんな手間のかかることやったって別に受けねえし。不思議な石ですね。なんか軽いですよね。軽いっていう。はい。ちょっとこれ登ってみますね。うわ、すげえ。
でっけえ穴がある。うわ、なにこれ、よっ、うわ、あれなんだこれ、怖い。それになってねえし、これも、ここで掘ってたところ、縦穴ですね。その上が巨大なコンクリートの壁が、やべえ、ほんと綺麗。てか最悪、中に遺体ありますよ。やだ、これは困る。遺体あったって、誰も確認に行かないでしょ。さっきのじいさんもなんか 3人なんか死んだって言ってましたし、うん、じゃあ俺、こっち行ってみましょう。はい、ここから行けると思う。一応そこが見えますね。見えますね。まあ一応死にはしねえか、なんとか。上にも事務所。上がすごいな。さらに巨大な建造物が。実はこれも銅が垂れてるんじゃなくて放射性廃棄物とか。さて、この上に行ってみますか、もう一段。はい、もう二段行けるかな。なんか上にもあるよね、すごいでかいのがあるんですよ。ずっと続いてますね。相当でかいって話ですからね。すごいですね。あのてっぺんまで行きますよ。はい、こっちから行こうかな、こっちから行こうかな。これまたクイズとかありそうで怖いな。向こうは向こう側が道でしょうしね。向こうのもっと広い向こうになります。垂直に。木が腐ってやがる。ここに足かけて登れないかな。危ないかな。そうですね、もう普通に登りますよ。いや、これもう日本と思えねえぜ。てか、あの水怖っ。うわぁ、やだ、怖いな。水溜まってたの。
なんか鉄格子が見えますね。この上ですか？行けますかね？すぐそこの道行けると思うんだよな。これも崩れないですかね、足元が。俺もそれちょっと怖いんですよ。その上なんか落ちたらどうしようと思って。実はこれ中が空洞かもしれないし。でも上から落ってくる感じですよね。はい、 下から掘るっていうか、多分あれだと水で洗ってどんどん下に流していくんじゃないかな。はい、これなんか選別かなんかして、うん、うん、よいしょ。この状況でクマが出てきたら本当殺し合いですよね。いるかな。1人ずつの方が良さそうだな。そうですね。このなんかツルとか使って登っていくしかないんで、これ切れたらもうおしまいですね。木刀置いてこうかな。ユーチューバーはカメラが命。カメラが邪魔だ。ちょっとカメラ。カメラ。申し訳ない。ないようにしてるんだ。わかりました。頑張れ。よっ。これ危ねえ。ちょっと怖い。じゃ。あー切れた。タワー取ってないし大丈夫ですよ。はい。後ろは大丈夫か。おい、ここまで。はい。あー、掘った。大丈夫か。あんまり無視の方がいいな。
隠しといて帰ってくるか。そこで待っててもいいっすよ。はい、じゃあちょっと待っててください。すぐ帰ってます。から上はもう無理かな。何もなさそうだしな。なんか出てるな。変なのが。水が流れてないですね。うんこ知らないね。この向こう側だけ見てみたいですね。最後の決戦です。これもう傷だらけだ。ラスカね。水溜まってますね。洞窟？なんかビチョビチョしてる。この木が折れそうで怖いですよ。折れないですよ。大丈夫ですよ。いや、折れ前橋壊しましたよ。この辺で。すぐ行きの前いいですね。とりあえず落ちたくないですね。回っておりますか。え？右に回っておりますか。はい。回って曲がれるんで。いや、てかもう一段行けるかな。ちょっと見ていきましょう。ダンジョンは全部これ詰めと。はい。全部回らないと。はい。何もなくても回らないと。これをもう一段上がるんですか。上がるのは無理ですけど、これカメラを使えば。あ、キャラ。わあ、崩れた。ああ。しゃあない、しゃあない。ビビった。うわ、また崩れた。もうダメだ、戻るんだよね。あぶねー。しかもこれ石じゃねえ。中から木が出てる。シャレになってんの。体重かけらんね。
ふるさとの森づくり大会ってどんな大会だ。なんかこっちは路面がやけに綺麗ですね。なんかこっちは広いですね。なんだこれ。もともとは何があったんでしょうね、ここ。これドリフト大会するの良さそうですよね。ドリフト大会するの良さそうですよね。なんか建物もあったんですかね。何も言えろ、はい、さっきの道は全然景色違いますね。でも山じゃなくてほとんど平坦ですしね。ですかね。なんか不思議な場所に出ましたね。周りは杉の木じゃなくて松ですよ。地って何もなさそうですよね。一応そこまで行ってみますか。そこまで行けば何が見えるか。
ひたすら急な下りが続くのみですかね。戻りますかね、うん、これ何もないっすよ多分まだ降りてってみますか、はい、横に排水溝か、なぜこんなもの作ったんだろう。もしかして俺らがさっき登ってたのは真正面の山ですかね。あれが崩れてたんですかね。あれ、あそこ崩してどう取ってたのかな。ですかね。でも100年近く昔なんてわからないですよね、県警が。土砂崩れもいっぱいあったでしょうし。じゃあ、あの辺のあそこの崩れてるところももしかしたらそうなんですかね。かもしれないですよね。木がないし、その手前も木がないですね。もしかしたら別の山かもしれないですね。向こうのに草なんとか山っていう登山あるんですよ、はい、この空間もおそらくもともとは鉱山関係ですかね。夜中はあれなんか映るらしいですよ。あれ？はい。